黄色の生まれた家記念館へようこそです。こちらはですね、岩崎黄色さんが、今から102年前にお生まれになった、建物で、現在は、生家記念館ということで、皆さんに、一般公開させていただいております。千代さんよりはむしろお母さんが、この地に来られて、当時あの女子教育が、の熱が高まっていた中で非常に、地域に貢献された先生です。2階は千代さんをご紹介しておりまして、1階の方は、お母さんの文江先生を、ご紹介しています。こちらはですね、千代さんの、東京のアトリエを再現した、部屋でございます。絵やら、表紙画なんかを、書かれるようになって、晩年は本一冊をそのまま作られるようになって、おそらく皆さんが、お持ちの千代さんのイメージというまあ、こういった水彩画のイメージが強いんじゃないかなと思うんですけども、千代の生まれた家記念館では今、年に4回ですね、企画展を開催しております。の絵本と、関連の書籍という感じですかね。あと、まあ、タコさんの本なんかもありますし、まあ、関連のそういった絵本も。でも、まあ、圧倒的に千代さんの本も置いてるね。で、毎回展覧会やってるので、展覧会に合わせて、この、本のディスプレイなんかも、今もちょうど子供を見つめてるので、今回の展覧会、まあ、今回の展示されてますので、その絵本自体がこんな感じで表に出してご紹介してるそうです。なので展覧会の方も絵本と一緒に合わせてご覧いただけると、絵本を楽しめるかなと思います。ミニシアタルミナーでしたよ。ミニシアタルミナーかな。